何これ、わかんねえ。お、いきなり。聞こえるかい、アイナ。聞こえているなら返事を押しよ。お、まさか私のことを忘れちまっちゃいないだろうね。ルキアさん生きとったん？私だよ。ルキアさ、ルキア。本当に世話が焼ける子だね。だけど、よくやってくれたね。よくぞ悪の元凶を倒してくれたよ。聞きたいことはいろいろあるだろうけど、まずは直接会って礼を言わせておくれ。ウッドパークで待っているよ。おお。ほい。お、世界の救済者、コアを旅した者に贈られる称号。はい、ということで今回も続きからやっていきたいと思いますよ。まあ、さっきもうすでに、ね、話はあったけど。よし、乗っていこう。ウッドパーク、ウッドパーク、久々のウッドパーク。そして久々のビッグハット。へーい。てか、ルキアさん死なんかったんや。生きとった。お、走って近寄ってった。見えない。おー、本物。てか、ずっとあんな正座しとってよくしびれんよね。なんだいなんだい、幽霊でも見たような顔して。私はちゃんと本物。本物のルキアさ。え、もしかしてルキアさんも量産型？ただし、生身ではないがね。ちょいと事情があってね。私の体もあんたと同じエイリアスなのさ。おー、やっぱり。でもいいよね、そうやって記憶とか。ちゃんと本人の中身が入ってるわけやろ？まあ、あんたよりも旧式の機械を使ってるから、復活するまで時間かかっちまったけど。おかげで最後の戦いを手伝えなかった。そのことはすまなかったと思ってるよ。あの子、レナーテにも重い使命を課し、たった一人コアに残してきてしまった。でもね、諦めるのはまだ早いよ、アユナ。私たちが力を合わせれば、あの子をあそこから解き放ってあげられるんだ。お、自由に。また外をうろつくことができるの。うろつくって言い方あれやけど。え、なになに？やれやれ、やっぱり旧式はいけないね。どうもこのエイリアスは限界みたいだ。どうやらレナーテを助け出す前に、私自身を何とかしないとダメそうだよ。え、なんなの？エイリアスっていうのは、え、触れないの？映像？アイナ、私をコアの先にあるポイントゼロへと連れて行ってくれないかい？大空ライドを使わないとポイントゼロへはいけないんでね。頼んだよ。またあれを使うのか。この場所からで大丈夫？どこだ？あ、そっか。あのアイテムを使わんといかんのか。フライトシグナル。使う。お、ルキアさんの後ろになんかおった。なになに？正体不明の恐ろしい気配を感知しました。ワールドマップ上に位置を表示します。え、怖。あれ？え、じゃああれには近づかん方がいいってことよね。てかなんか普通にモンスターいっぱいいるんすけど。え、前回おらんかったよね。マジか。で、何？ポイントゼロ？っていうところに行けばいいん。コアのさらに先って言ったよね。え、これってまっすぐ行きよったんでいいんかな？一応なんかいまいちよくわかんないんですけど、まっすぐしか行けんのかな？陥落の霊道。これってさ、この空中におるモンスターともぶつかったら戦いになるんやろ？うわ、なんかすげえ大群おったよ、大群。渡り鳥かな？お、竜骨の表現。今私は自分の軌跡を辿っているよ。あ、すごい。なんかさっきの何？明治キメラ的なものがいたけど。え、あの、もうちょっとでさ、もうちょっとで接触しますよ。うわー、やべえ。何あれ、怖。あれは何？避けれる？避けれる？避けれた？あ、避けれた、避けれた。とりあえず、今はちょっと避けとこう。灼熱の火山。コアどこ？あ、もうちょっとで着く。コアについて、これでしょ、コア。ほら、コア突入口。これをさらに越え、ん？これをさらに越えて、どこ？これ？名もなき浮島って書いてたね。違うのか。これ？あの、ポイントゼロってどれ？ん？なんだなんだなんだ？これ？あ、これだ！ポイントゼロ、降りる。ポイントゼロに降りますか？ほい。え、すごい、綺麗。お、すでにいるし。早くね。参ったね。エイリアスの調子が悪い。
遊んでいる時間はなさそうだ。アイナ、奥の部屋への扉を開けておくれ。オッケー、ちょっと待ってね、乗るから。扉も開けれないのか、大変だな。ほい、開けたよ。なんかわらわら出てきそう。この中にあれか、ルキアさんがいっぱい。ふう、私の本体は無事なようだね。何かあったらどうしようかと思ったよ。え、本体も一応あるん？バラバラになってないの？あんな爆発したのに。え、爆発したよね、ルキアさん。さて、これで本体が目覚めるはずさ。そこで待ってないな。ん？本体なんか若くね？気のせいかな。どれ？え、ほら、超若くない？え、若返り？これ？ふん、あーよく寝た。目覚めは上々ってところかしら？この体にあんたに会うのは初めてだし、まずは自己紹介をしておくわね。私の本当の名前はアルマ。天才科学者、ルキア先生の影武者よ。え？マジで？ちょっと待って、衝撃的なんですけど、おばあちゃんじゃないんじゃ。おばあちゃんじゃないんじゃって、私がおばあちゃんみたいな喋り方になった。私が姿を借りていたルキア先生はね、マザーを開発し、移民計画を発案した人。そして私は、ルキア先生の弟子として、移民計画を実現するため、働いていたの。へえ、待って、美人さんなんですけど。でも先生は、ブレイクワールドが誕生した時、マザーの暴走に巻き込まれ、亡くなったわ。あの暴走でコールドスリープ中だった仲間を多く失って、移民団は崩壊寸前だった。そんな時、リーダーだった先生が、死んだと移民のみんなが知ったらどうなるか。すごいな、今までまんまと騙されとったわけや。混乱を恐れて私は、開発中だったエイリアス装置で先生になり変わったの。ね、喋り方とかも、いや、本人知らんけんあれやけど、喋り方もおばあちゃんやったもんね。それが移民仲間たちを騙すことになるって分かった上でね。まあ、でも、優しい嘘というのはいいと思うよ。先生なしでは、仲間がまとまらないほど偉大な人だったのよ。奥の部屋に行きなさい。行けばあんたにも先生の偉大さが分かるはずだから。奥。奥ってこっち？だよね。もうびっくりした。お。何かの装置？え、てか超可愛いんですけど。なんだっけ。エレーナ。エナーテ。なんかそんな感じの。あの子より断然タイプなんすけど私。その機械の名前はスターシード。レナーテを助け出す決め手となるものよ。そうそう、レナーテ。レナーテと同じぐらいの歳じゃない？てかみんな同年代ぐらいじゃない？スターシードは文字通り星の種。惑星創造機関、マザーの核となる存在なの。確かに星の形をしとったね、今。今、レナーテは壊れたマザーの機能を補うためにコアの中に残っているわ。でも、このスターシードを使ってマザーを修復すれば彼女は自由にできるはずよ。あれかな？レナーテはこのこと知っとんかな？ルキアがアロマやったってこと。アロマって名前も可愛い。ただ、このスターシードって未完成でね。スターピースっていう部品が足りないの。スターピース。スターピースは全部で3つ。この先の時空の裂け目の中にあるわ。お、なんかまた冒険が始まりそうな予感。でもそれを手に入れるには、ん？何？海星神。海星神？三星人？と呼ばれる神様に力を認めてもらう必要があるの。あんたは知らないと思うけど、海星神、三星人。の強さは想像絶するわ。読めねえ。アンセス率いるモンスターマスター軍団が束になってようやく勝てた相手だもの。アンセスは相当強かったのだ。ふふん。今の話聞いてビビっちゃった？安心なさい。このアルマ様の言う通りにすれば、あんた一人で海星神に勝てるようになるわ。三星人の方がいいかな。じゃあまずはセンタービルに行くわよ。キングと話がしたいの。あるもののためにね。あるもの。とりあえずセンタービルの方へ向かおうか。
ルーラ、センタービル。ほい。ん？あれは一緒についてきたんかな？アロマ。ほい、到着。久々のこの音楽。ね。おお、アユナか。今日はどうした？何用であるか？キング、久しぶり。相変わらずでっかいわね、あんた。いきなり無礼な人間の娘であるな。いや、人間？そっか。この姿で会うのは初めてだっけ。私はルキア先生の助手、アルマよ。ルキアの姿をしとったっていう説明はしないの。なんとルキアの助手とな。ルキアに助手がおったとは初耳である。それはいろいろあってさ、挨拶が遅れちゃってごめんね。で、早速だけどお願いがあるのよ。なんかルキアからアロマに変わった途端超軽いんですけど。ちょっと地下を貸してほしいの。ディスクマシンのある地下1階よね。ほう、地下1階とな。構わぬが、何のためにであるか。何のため？彼のため、そしてレナーテのためよ。レナーテのことは知っとんか。ふん、アイナたちのためならば拒む理由はない。好きにするがよい。てか地下もあるんやね、ここ。聞いたわね、アイナ。すぐに地下1階へ行くわよ。あ、そっか、地下はあるわな。すぐに地下へ。ちょっと待って、へい。エレベーターが動いている。利用しますか。地下1階。ほい、来たよ。改めて言うけど、三星人は神の名に恥じない、とんでもなく強い魔物よ。普通にやっても勝負にならないわね。無策では叩き潰されるのがオチよ。でもすでに対策は確立されてるわ。奴らに有効なアクセサリーが存在するのよ。それぞれ八千穂の指輪、和田摘の指輪、そして穂明かりの指輪という名前よ。それがあればあんた一人でもきっと三星人を倒せるはず。ただね、その三つのアクセサリーってブレイクワールドでは手に入らないのよ。え、どこ？知ってるとは思うけど、ディスクマシーンってこの世界と異世界をつなぐための装置よね。うんうん、レベル上げでよく利用させていただいたけど。だからアクセサリーのある異世界にディスクを使って行ってもらうわ。なんだなんだ、アクセサリーのある異世界へ行くディスクがない？それは心配いらないわ。だってこのディスクマシーンにはマップなディスクを作る機能があるんだもの。録はかかっているようだけど、この私にかかれば。お、何作ってくれるの？なんかめっちゃ作業しよる。完璧。これでもう好きな時にディスクを作れるようになったわ。おお、自分で。マップなディスクを作るにあたって必要なものはズバリキーワードよ。キーワードを組み合わせてディスクに名前をつけることで生ける世界が決まるの。それは何、無限大にあるの？例えばこの陸人討伐のをコード3に入れてディスクを作ってみなさい。キーワード陸人討伐のと3万2000ゴールドを手に入れた。なんか知らんけどお金めっちゃくれた。ディスクを作るときにはゴールドが必要なの。とりあえず今回は私が出すわね。あ、そういうことか。完成したら私に見せるのよ。ちゃんと作れたか確認してあげるから。なるほど。ディスクを作成。ディスクを作成ではコード1から3までのコードを選び、最後にディスクを作成を選んでディスクを作成してください。コード1。何これ、わかんねー。これしか選べんやん。試される。塔の？塔のしかないね。試される塔の。試される塔の。で、さっきのやつやろ。陸人討伐の。レベル設定。これでいいんかな。ディスクを作成。試される塔の陸人討伐のマップを作成します。よろしいですか？よく意味がわからんけど、はい。チェックポイントを巡り、できるだけ早くゴールまでたどり着きましょう。ということ。
ディスクを作成するときに使用したコードは作成したディスクを捨てるまで一時的に使えなくなります。コードを再び使えるようにするには作成メニューからディスクを捨てるを選び、そのコードが使われているディスクを捨ててください。どうよ、完成したよ。まあ選択肢なかったからな。うん、このマップなディスクならヤチホコの指輪がある異世界に行けるはず。さっきの陸人討伐のってのこそ異世界を特定するための鍵だったのよ。同じように海神討伐のを使えば五達美の指輪の異世界に、そして空人討伐ので小分かりの指輪がある異世界に行けるわ。他の言葉はまたそれぞれ適当に選ぶの。キーワード怪人討伐のと空人討伐のを手に入れた。さあキーワードを使ったディスクを作り、異世界でアクセサリーを手に入れなさい。3つの必要なアクセサリーはどれから手に入れても構わないからね。あんたの持ってるアクセサリーに応じた三星人への道を解放してあげるから。お、陸の神ヤチホコ、陸の三星人と戦うためのディスクを作るもの。試されるエイリアス、ディスクマシンを解放した者に贈られる称号。海の神ワダツミ、海の三星人と戦うためのディスクを作る者に贈られる称号。空の神ホワカリ、空の三星人と戦うためのディスクを作る者に贈られる称号。言えた。はい、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に動画の再生リストを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。今回一番の衝撃はやっぱりルキアがめちゃくちゃ若くて美人だったということ。